あれ、あ、こんにちは。いる？あ、コメントのとこ開いてない。あ、こんにちは、こんにちは。今日もちょっと、今日はハーフアップです。適当にちょい、あの、いろいろしてる時間がなくて。こんにちは。なんだっけ、あ、今日はちゃんと歌詞書いてきたんで歌えますよ。声もちょっと治りました。あ、いつもありがとうございます。あと、なんかあの前、あの推薦コメントとか、あのアイテムギフティングしてくれた方、一応なんかちょっと名前出してみたんですけど、よかったらスクショしてください。いつもありがとうございます。はい、いますかね、います、皆さん。あ、声治りました、ありがとうございます。います。ちょっとあの日によってまたちょっと増やしてくると思うんで、よかったら皆さんもコメントとか、あのアイテムとか投げてくださると分かりやすいです。今日も歌聞きたい、はい、歌なるべくちょっと歌いたいなと思ってまして、今日はね、あの、うん、ちょっともうちょっと後半の方にやります。またちょっとコメント読みつつお話ししていけたらなと思います。あ、声復活、声あの昨日よりは多分治ってると、あのそう、イソジンはやってないんですけど、飴舐めました。多分そのおか、あと濡れタオルをこのベッドの周りにバーって置いてました。歌うまい人、いや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 。あ、タワー、ま、もうありがとうございます。すいません、なんかいつも応援してくださってる方ありがとうございます。そう、龍角さん舐めたんですよ。湿気がね、そうですね。字綺麗ですね。本当ですか？自分ではあんまそんなですね。推しメンです。ありがとうございます。7番です。よかったら応援してください。あ、一応毎回、今日3日目なんですけど、自己紹介一応しときますね。あ、今日初めての方、こんにちは。エントリーナンバー7番です。ナナちゃんとかそういう愛称です。一応よろしくお願いします。今年で14歳、中学3年生で、身長160センチ、あ、吹奏楽部です。女です。はい、押せる、ありがとうございます。私も中3、同い年ですね。中3、皆さん受験のシーズンですね。私もなんですけど。7番ちゃん、初めまして。初めましての方はこんにちは。7番です。うん、身長伸びた、身長でもなんか小学生の時はなんか1年で6センチずつ伸びてて、でも中学生になってからあのもう2、3センチずつしか伸びてないんで、多分もうほぼ身長は伸びないと。うん。女だったんかいって。そうですね、一応女として生きてます。笑顔綺麗、いや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 。今日服装どんな感じ？今日はなんかピンクなんですよ。なんて言うんでしょう、あと短パンです。短パン見えねえ、見えない、ちょっと短パンですね。ザ中学生って格好？わかんないけど。推薦コメントか、あ、推薦コメントよかったら書いてください。ちゃんと全部見てます。一応、うん、昨日とか今日とか送ってくれた人もちゃんと見てます。おしゃれ、本当ですか？もう服がつきそうです。もうこんなだけ、これだけショールームをやってると
もう服に悩みますね。鼻つまんで、鼻つまんでどういうことだ。もうめっちゃ慣れたね。確かにそうかもしれません。一番最初の時になってなんかはーってなってた。あ、どうもどうもって落ち着いてる。ありがとうございます。鼻筋綺麗。そう、鼻結構コンプレックスなんですけどね。まあ昨日ちょしらけちゃうから。ラッキーセブンです。覚えてね。セブン、ナナちゃんです。カレー作りながら見てます。いいですね。私あんまり料理できない。なんかもし合格したらあれあるじゃないですか、なんか料理作るみたいな。絶対多分やらかすと思うんですよね。出身どこ？出身埼玉県です。これさ書き直そうと思ったんですよ。ちょっと時間がなかったですね。ちょっと寝てて。すごいハーフアップかわいい。本当ですか？どれが一番いいんでしょうね。よくわかんないんですけど、私的にはちょっと髪の毛こっち巻こうと思ったんですけど、なんか変な巻きで終わりましたね。ちょっと寝てたんですよ。やっぱみんな寝ないとやっていけないんで。なんて呼べばいいですか。7番なんで、まあお好きに呼んでいただければいいんですけど、まあ7とか普通に7だと覚えやすいかな。わかんない。そう、ツインテールがあんまり不評と言いますか、なんというか、昨日のやつが結構好評だった。謎に。7本でもいいですよ。全然ポニテして、そう、途中からポニテにしようかと思ってた。どうしたらいいんだろう。今日ポニテにするか悩んだんですよね。ポニーテールかハーフかどっちにしようって。今日歌います。あの夏の花はひまわりだけじゃない、歌おうと思ってました。ちょっとうん、あそうです、とりあえず歌うと思います。けどまた手にゴムが。今日は2本今日こっちで1本使ってるんで2本です。何時頃に歌いますか。な、何千人とかにしますかね、しますかね。ひまわり覚えてきましたよ。ちゃんと歌詞書いてきたんですよ、ここに。メイクしてる。ちょっとだけ、昨日よりはそんなに力入ってないと思います。声がでもたまにね。1万人にしますか。1万人なら7777777。あ、5000人ありがとうございます。そう、なんかあの祝5000人とか書いてくださる方、ちょっと分かりやすくてありがとうございます、いつも。すっぴんでいいのに。あ、一応まああのうん常識として、うん。あ、仕事行ってらっしゃいです。行ってらっしゃいです。また見に戻ってきてください。声大丈夫。声、うん、昨日よりはいいと思うんですけどね。まだちょっとガラガラです。ちょっとだけ。7777にします。なんか77、あ、そっか、7番だからか、今気づいた。欅の推しメンは尾関里香ちゃんです。これ辺は結構もう3日連続目ですね。今日3日なんですよね。もう意外と明日で最後だって感じで。うん、好きなアイスは、うーん、パピコと、いや、なんか本当に好きなんですよ、なんでも。あの本当にアイスもう常備してあって、ため買いしてるんですけど、あのナタデココのアイス大好きです。あのうん、
わかる人いるかな。ガリガリ君、ガリガリ君はそんなに食べないかも。柿の種、柿の種はあのピーナッツ以外を食べます。ピーナッツそこまで好きじゃないんで。パピコ強い。パピコ半分こしましょう。宿題やった。宿題全然全然。こっちに集中しててやっぱできないですよね。でも明日で最後なんで、明日はもうちょっと気合い入れて。パピコ、埼玉県です。そう、埼玉県です。うん、コーヒー飲める？コーヒーは好きですよ。飲めます、飲めます。ブラックはきついけど、うん、うんうん。7番押します。ありがとうございます。よかったら押してください。うんうん。何、うん、今ちょっと流れちゃった。本当に中 3？ 本当にガチの中3です。今ガチとか言っちゃった。うん、埼玉のおすすめは、うーん、自然が豊か。そうでもないか。うん、楽器、そう楽器やろうと思ったんですよ。で今このカメラの向こう側にリコーダーあるんですけど、リコーダー、あの欅の曲吹けねえなと思って、リコーダーじゃん。毒舌キャラになりそう。あー、分からなくはないです。たまにポロッと出ちゃう時が。ん？ごめんなさい、なんかたまに口が悪くなる。説教マシーン大丈夫？あ、うん、ディズニーの絶叫はギリ乗れるんですけど、富士急とかは多分無理です。埼玉暑いですか？今日は涼しい方じゃないですか？けど昨日の方が暑かったかな。うんうん、たまにお口が悪い。そうですね、ラー6に6000にありがとうございます。富士急生かされるよね。富士急生かされますよね。生かされます。行かなきゃいけなくなる。なんか定番ですよね。お化け屋敷は行けそうなんですけど、絶叫はちょっときついな。埼玉、いやそんな埼玉だからとか埼玉侮辱しないでください。お小顔してって感じ。だるま100個？本当？ありがとうございます。だるま？だるまありがとうございます。ウインクして。ウインクできないんですよ。ウインクできないんですよ。どうしたらいいんでしょう。うん、ちょっと練習します。小林ゆいちゃんと同じだ。小林ゆいちゃんも可愛いですよね。結構かなり好きです。ななちゃん7位だよ。何がだろう。ほっぺ、あ、ヘタピンク。そう、両目ピンクして。今どんな顔してたか分かんない。やばかったかも。おい、はい、どうも。リコーダー、そうリコーダーやりたいんですよね。ドレミファソラシドぐらいならできるかもしれない。うん、ありがとうございます。ハーフっぽいね。ハーフっぽく、ハーフっぽいってあんま言われないですね。でもハーフの人って大体可愛いから、
ありがとうございます。さ、ん？ん？早いぞ。コメントがクソ。ミタブめっちゃ伸びるんですよね。わかります？この弾力。ちょっとここチャームポイントありますね。これも結構ん？え、クソなんて言いました？今言ってない言ってない、そんなこと言ってないです。待って、今止まっちゃった。アピールにしてこう。そうですね、いい感じ。なんかレイクターン知ってますか？知ってますよ、もちろん。わかります。1位おめ、ん？ 1 位いったのかな、わかんない。1位いったのかな。鼻が詰まってる、ちょっとだけ。6000人、あ、6000、今700人ぐらいかな。声変わりした？声変わりはもうしてますね。小学校の頃の方が高かった。鼻が、セミ鳴いてます？聞こえます？うちは聞こえるけど。夏ですね、セミしぐれってやつですね。あ、1位、え、ありがとうございます。すいません、なんかいつもギフティングありがとうございます。ひまわりはいつ歌おうかな。7777のと、今はその予定ですね。激辛食べれる？微妙。めっちゃ弱いわけでもなく、めっちゃ強いわけでもない、この間らへんですね。もうすぐやん、もうすぐ。蒙古タンメン知ってますよ。あのめっちゃ辛いやつですよね。北極なんだっけ、なんかレベルがありますよね。今日何時までやるの？あんまり決めてないんですけど、今日はそんな長くやるつもりはなくて、半か5時か、45分ぐらいかな。7000突破、イエーイ。何歳？ここズームするとわかるんですけど、14歳です。よく14歳には見えないと言われます。スクショタイム、スクショタイムか、スクショタイム、なん、どんなポーズがいいかちょっとください。5時までやって、そうですね、なんか時間がね、今日も被らないようにはしたんですけど、4時ってすごい微妙な感じで、多分社会、でもお盆休みがもう始まってる人もいるのかなって感じで、お昼時いるかなって思ったんですけど、ローラだよ。ブリックポーズってどういうの？え、やだ、ちょっと嫌だ、気持ち悪い自分が。ひらがなけ、こういうのだ、これだよね、あれ、こういうのか。あー、早い早い、ハート作って。どういうの、これでいいかな。で、結構今ポーズしましたよ。マネキンポーズってなんだ。あ、マネキン、これか、これだな。ん、これ合ってるかな、あれ。分かんなくなっちゃった。乃木坂さんも好きなんで。絵描いていいですよ。今ちょうどペンと紙があるんですけど、なんか描けたら描きますよ。ん？君のハートに。レボリューション。
これ昨日やった気がケヤケヤキって書けないかも。確かにちょっと一回なんかあれ調べながら書いたんですけど結局書けてないかも。やばい、これは怒られるケヤキって書けないん？シナモン？澤部さん？え、なんかケヤキって一回書いても絶対もう面白くなっちゃいますよ。変な感じになっちゃう多分。ちょっと今ここでケヤキを見ればいけそうだけど、いやでもちょっとやめとこう、怒られちゃう練習します、ちゃんと100回ぐらい書きますえ、キリンとか多分書けないキリンとかもうやばいことになります。ちょっとじゃあ時間ください、キリン書きますあ、でも待ってちょっと、え、なんかあんまり絵得意じゃないんですよねあれ、キリンってどんなんでしたっけ足4本ですよね、あれ。うまくも下手くもないっていうのがちょっとあの30秒クオリティなんであんまりいじめないでください。あ、でも見えます見えます、はい、キリン待ってこれおかしいなんかメタモン入ってるこれえ、でも見えますよね、牛？牛じゃないあ、まあ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 見えます見えます、見える見える、よし777いったか。え、ちょっと今お絵かき楽しくなっちゃったえ、メタ、これメタモン入ってます、メタモンだっけ、あのポケモンのやつ入ってますよね怪物やんとかやめてください、違います。じゃあもう一個なんか書いて歌います、もう一個だけ書かせてください。画伯レベルではないさあ、ちょっと微妙な間でしたねやっぱ。うん、ドラえもん、ドラえもん、カバ、カバにしよう、カバ、カバちょっと待って、何とも言えなくなりそうで怖いな。え、得意とは言ってませんからね私。はい、カバ見えなくはない、見えなくはないカバ、これ見えます？なんかちょっと緩くなっちゃった、いやこれもメタモン入っちゃってますね分からなくはない、お菓子にちょっと緩くなっちゃったなんかメタモン全部になんかメタモンが入っちゃったっていうイソジンの人みたい、そうイソジン、歯なさすぎんちょっとうんいや歌います歌います、ちょっと待ってうん一回後でまたお絵かきはするかもしれないんですけど歌いましょう一旦で公言したんで、お水、お水じゃないお茶飲みますあ、ひまわり、ひまわりじゃない、夏の花はひまわりだけじゃない歌うつもりです、今は。そうですっていうか歌いますいつものあ、今日コップ違います、100均のです多いお茶です好きなんですよね。じゃあ歌いますか。
ちょっと口が濡れてしまった。いや一番好きな曲な、本当ですか。じゃあ行きます。ちょっと歌詞書いてある、あこっちは違うんですけどこっちに歌詞は書いてあるんで、ちょっと下たまに見ますけど許してください最初からやります。あ、今日は夏の花はひまわりだけじゃない歌います。ここテロップ出せんのかな、ちょっとテロップ書いてもいいですか。あ、うて、うちづら。夏の花はひまわはりだけじゃない、ウキ合ってますかね。近いけど可愛い。いやいやいや、ちょっと遠くで歌いましょう。じゃあタメ口になってちょっとだけあの緊張が解けてくるとこうなっちゃうんですよね。いきます。あれから恋だってしたけど、他の彼なんか覚えてない。あなたと過ごした青空が今もずっと眩しく見える。人はその一生の間に何回口づけするのでしょう。振り向いて思い出せるほどの夏の花はひまわりだけじゃない、いろんな種類の花が咲いてるのに、目を閉じると浮かんでくるのは風の中揺れているサンフラワー。声が震えてるすいません、ちょ声がすごいうーってなってたちょっとあのあんまりうまくないです今のありがとうございます。パチパチ。あ、ちょっと久しぶりにちょっと緊張しちゃった泣くわ。それはそんな、そんな歌って力が、そうですね、ボイトレもちょっとしたらもうちょっと上手くなりますかねもう一曲歌えたらここあコメントじゃねえわ、どこだっけ、テロップ削除。はい、本当ですか。ちょっと声が震えちゃったんですけど、あと声がちょっとだけかすれてるっていうのは多めに見てくださいエキセントリック昨日歌いましたよ。じゃねえわってすいません、じゃあ口が悪い友達感覚になってきちゃったのか。一応あれですね、もうちょっと主従関係と言いますか、なんかうん、誰とべ埼玉は口悪いそんなことないです、いい子もめっちゃいますよ。いやでもうん、性格としてはでもそんなにあの女の子っぽくないと言いますか、少し男勝りの部分はありますね。確かに車から見てるよ。あ、運転気をつけてください。そのんんうん、ありがとうございますいいよいいよ、ありがとうございます。なんかちょっと今の歌は微妙ですね、私的にはなんか吹奏楽部だったっていうか、今も吹奏楽部なんで、結構先輩後輩のあの
なんて言うんでしょう、先輩を敬うみたいなのは習ってきたはずなんですけどね。欅入ったら遅い、本当ですか、ありがとうございます。ちょまずそこにまで行けるかわからないんですけれど、うん、ありがとうございます。ブス顔プリーズ、ブス顔なんだろう、え、ブス顔やばい。はい、今の結構、うん、もっとやばいの多分できますけど、ちょっとランク的に真ん中。あ、もうすぐで1万ありがとうございます。変顔だった、ブス顔とかじゃなくて普通に変顔だった。でも変顔別にいいです、私晒しても。なんかあの、うん、変顔ガチ勢結構みんな好きなんで、私もそれ結構真似したいぜ。大丈夫、ん、変顔ちゃん変顔もちょっと鍛え上げてきますね。リコーダー副顔、これ昨日もやったな。ヨダちゃんっぽい、いや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 、めっちゃ可愛いですよね、ヨダ、ヨダユキちゃん。変顔、合格発表いつ、合格発表いつなんですかね、私もあんまり把握してなくて。でも皆さんに伝えられるのはいつになるんでしょう。もしかしたらもう明日で会えない場合もあり、ありつつ、うん。スティッチですか、スティッチ11か13、あ、なんか書いて、あのホームページにありましたよね、11か13。うん、いやー、そんな、私も皆さん本当に大好きです。じゃ、覚えた、結構覚えた方もいるし、いつもコメントしてくださる方もちゃんと分かってるし、うん。ミッキーやって、ミッキー、低声がやばい。はは、ぼ、ミッキー。ん？ちょっとあれは偽物ミッキーだな。おめでとう、めっちゃ笑ってくれてありがとうございます。やっぱ面白いのが好きなんですよね。うんうん、偽物中国のミッキーですね、今の。ちょっと中国産ですか。中国産、確かに、いや、中国には行ったことないんですけどね。ん、最近一番笑ったことは、あ、なんだろう、そうやって思うと結構忘れちゃうかも。なんだろう、めっちゃ笑ったことあるかな、なんかで笑ったような気がするけど、すぐ記憶から飛んでっちゃう。台湾来て、台湾か、台湾とかそこら辺行ったことないですね。うん、いつか韓国とか行ってみたいんですけどね。高校生に見える、いや、中学生です、もうすぐ高校生です。ツボが、あ、ちょっとうちツボ変って言われますね。ツボが浅い。うん。女だけど、いや、全然ウェルカムです。ん？全然。ぜひ。女性の方も、女性の方も、ぜひ。なんだろう。あまり言葉が出てこないけど。笑うことはいいこと。落ち着いてていい？ちょっと最初のショールーム多分見ていただいた方は分かると思うんですけど、すごい今は落ち着いてると思います。名古屋の握手会、あ、なんか名古屋とかも行ったことないんで、ぜひ味噌カツとか食べたい。めっちゃ早口でしたよね、なんか、あ、こんにちは、こんにちはみたいな。あ、こんにちは、こんにちはって。どうしたってね、なっ
ってた気がします。逃げ水買いましたか。あ、逃げ水そういえば発売しましたよね。逃げ水あの、うん、まだ買ってないんですけど欲しいところですね。うんうん、うん、ゲームしよう。うん、あ、ミラージュ、あ、でも乃木坂さんの曲歌っちゃダメなのでそこがちょっと残念かな。うん、うんうん、そうそう、だあのそうなんですよ。そうインフルエンサーとかいい曲だとは思うんですけど、あれはかっこいいと思うんですけど、好きな色はピンクと水色、黄色も好きですね。ん、ピンクと水色の組み合わせが好きで、単色だと黄色が好きです。敬語禁止ゲームって何ですか。敬語、ちょっとそれはイメージが悪くなっちゃいそうで。サイリウムの色、あ、ぜひピンクと水色がいいですね、もしやるなら。耳たぶ伸ばして。副耳なんです。耳結構大きいんですよね。耳動かせないんですけど、耳たぶが長いです。謙虚や好き、ありがとうございます。そんなやっぱケヤキは謙虚がですよね。前髪上げて、前髪ちょっとだけチラッ、うん、エキセントリックリベンジ、それうん、まあ歌ってもいいんですけど、エキセントリック、うん、ほっぺたの、ほっぺた伸びますよ。私なんか気持ち悪い感じで伸びます。こういう風な伸びもできるんですけど、ここら辺は顔が伸びるんですよね。前、ん？九州来たことあります。ん？九州行ったことあります。沖縄と宮崎かな、行ったことありますよ。祝1万人ありがとうございます。今もう何分した、30分ぐらいか40分ぐらいか。1万人ありがとうございます。今最高で今2万5000人ぐらいしか今、うん、うん、行ったことないですよね。東北もあんま行ったことないんですよね。え、めっちゃ行きたいです。絶対なんか食べ物が美味しそう。食べ物に目がないので。お絵描き再開しよう。サイン練習、なんかサインの練習してたんですよ。ん、なんか、うん、ちょっとサインもしやるならなんだろうと思って。うわ、やばい、今落ちちゃった、ごめんなさい。今落ちちゃった、カメラがビビった。よいしょ、大丈夫でしたか。今事故りましたね。あの三脚がこうパリンって落ちちゃいました。大丈夫ですか。あ、皆さん大丈夫でしたか。いろいろ見えた、やばい、それはやばい。汗やばい。ナイスアクシデント。いやいやいや、私も今いろいろ今横がなんか汚いんですよ。なんかぬいぐるみとかあってやばかったかも。大丈夫、見えなかった。いやー、よかった、目が回った、ごめんなさい。ちょっと今固定しますね、ちゃんと。よっ、よいしょ。ピンクの何かが、仕事見えなかった。あんまり今のはちょっと水に流しましょう。ピンクの何か、あれ、これですかね。わかんないけど、緑のものない。
ビビった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 って出てきた。これクッションそう。もう一回落として嫌だです。自分の部屋です。はい。うん、あんま気にしないにしましょう。気にしないようにしましょう。目が回る。ごめんなさい。今のは結構事故りましたね。ぬいぐるみ、ぬいぐるみこっちにいるんですけど、写していいのかな。眉毛描いてる？ちょっと描いてます。ちょっとだけ。うん、いつ、いや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 全然。埼玉県出身で同じですね。今お絵かきタイム、お絵かきタイムします。そう、お絵かき、今お絵かきタイムでなんかちょっといろいろやってたら多分こう充電しててコードにこう引っかかってカヤーってなっちゃいましたね。リコーダーお願い。リコーダーやります。どっちがいいですか。いや、お絵かきとリコーダーどっちがいいですか、ね、でもリコーダーだと結構事故る気が。あ、サインですか。あ、そう、サインの話してますよね。でも飛んじゃった普通に。リコーダー、あ、こういうのってあれか、あの投票を取るんですかね、こういうのって。でもリコーダーやっても本当にできませんよ私。ドレミファソラシドぐらいですよ。それでもいいという方は、ん、じゃあ1番がどっちにしようかな。1番リコーダー、2番がお絵かきプラス サイン、サイン、あのカッコ仮で行きましょう。お願いします。はい。口笛吹ける。じゃあシンキングタイムの口笛。あ、全然できない。サインいいの。あ、そっか、サインダメだ。そっか、サイン名前バレちゃうじゃん。確かに。あ、すごい今めっちゃ本当だ。じゃあサインなしだ。確かにそうだ、サインは名前がバレちゃう。投票終了。どっち。あ、2の方が勝ってる。2はなんだ、ん、2のがお絵かきだっけ。あ、サインなしでになっちゃったけどいいかな、お絵かき。そう、今気づいた、本当に危ない。ちょっとドジですね、ある意味。よし、メタモンやりますか。じゃあさっきの続きで、リコーダー1番でしたよね。リコーダーの方がちょっとだけ少なかったので危なっかしい計画。これの続きやりますか。何書きます。あ、リコーダー書いて。リコーダー難しい。7でサイン書いて。7なら書けますよ、7で。な、でも今考えたやつですよ、そうすると7、難しいですね。青子書いて。あ、青子ちゃん、青子、難しい。青子にしましょう。青子ってなんか呼び捨てちゃう。青子ちゃん、 あのあれですよね、渡辺梨香ちゃんの人形かな。でもな。難しい。待って待って、おかしいよ。どんな顔してたっけ。なんかお腹が白い気がする。ちょっとなんとも言えないな。お、ちょっと、はい、
待って、しゃくれてるんだけど。なんかやっぱメトも入ってますよね。何これ。え、なんか上に点々ありませんでしたか、こういう。アンコウじゃない、ジンベエザメです。いや、顎。あ、正面のイメージ横で描いちゃった。正面、え、正面のこ難しい。まあまあまあ。うん、見えなくない。他に何か描きますか。欅はなんかちょっと微妙に描けないです。ダニ描いてって下手上手。どっちって。ラクダ、ゾウ、ゾウ、犬、猫とかなら描けるんですけど。うん。ゾウ、ゾウとか鳥って難しくないですか。犬、アルパカ、イノシシ、何でいこっかな。うちがじゃあ気になったの描きますね。メタモン、ミッキー、ライオン。あー、でもなんか微妙な。あー、どうしよっかな。うん、コアラとかね、昔描いた。スイカ、あ、そういう、うん、そうです。なんか動物じゃなくても全然。大仏。ドラえもん多いですね。ドラえもんはなんかその、あの絵描き歌順でいけば描けるくないですか。丸描いてちょんで。あ、描いちゃダメか、あれは。ちょっと著作権的な問題で。そうですね、そこら辺キャラクターってなんかわかんないんですよね。パイナップル、パイナップルとか良くないですか。パイナップル描けますよ多分。すごい。はい、パイナップル。え、待って、これさ、湯たんぽっぽくじゃ、じ、なんかあのお弁当に入ってるあのバランと湯たんぽって感じ。なんか違う。雑。じゃあちょっと。醤油入れ。醤油入れ。あ、バラン知ってますよ。バラン、バラン、バラン。いちごは違いますよ。いちごは。いちごは。いちごこっち。ちょっとあの3秒クオリティなんで。雑、雑じゃない。ウォンバットって何、生き物、魚。自画像は嫌ですね、ちょっと上手じゃないので。それ、みかん、いちごです。バナナ。ガークじゃないです。え、だ、見えますよ、見えます、見えます。で、カバとかも見えますよね、だってけど、ちょっとメタモンが入っちゃってるかなって感じ。なんか微妙。あと、なんかうまいとも下手とも言えないこの特徴のなさ。しゃくれてるやんって。ゆで卵、これ全部メタモン。メタモン、顔つければメタモン。星かける、星かけます。星好きです。あ、ちょっとあんま上手じゃない。
メタモン好きなの。あ、メタモン結構好きです。可愛くないですか。だるま描いて。だるま、あの雑っていうのを覚えておいてください。なんか だるまってどんなんだったっけ。だるまってなんか、待って、おかしい、このだるまは。なんかおかしい、手生えちゃった。え、だるま、え、かわいい。ちょっと手がなんかこんな感じじゃなかった。なんか手がちょっとなんで手があるの。なんか生きてるかなって感じで書いたんですけど、ちょっと全部メタモンになっちゃいますね。これ面白い。ちょっと自分のあんまりカワウソとか無理じゃないですか。ダチョウ、赤ちゃん、あー、うん、どうしましょう。笑顔、ビーバー、ソーファニー。ありがとうございます。ウーパールーパー、ウーパールーパーってどんな生き物でしたっけ。もう、え、しりとりしよう。一人でするんですか。お関さん、かっこ、いやいやいや、ちょっとそれは結構です。あの、下手に書いたら怒られますって。ケア、パンダ書きます。パンダいいですね。パンダ可愛いじゃないですか。うん、なんだろう、どんな感じ。パンダはいける、パンダはいける、パンダは簡単、パンダはいけそうな気が。パンダ、ほら、メタモン入ってない。見えます。メタモン入ってない。目がまずメタモンじゃないから、パンダは描けましたね。ここ、いや、これは画伯じゃないですよ。星は、あ、本当だ、なんかだるま投げてくださってありがとうございます。見えましたよ、ちゃんと。目がないよ、これ。目ありますって、この中に。日村さん書いて、書いていいんですかね、日村さんとか。なんかサクサクパンダ、あ、なんかそのお菓子、お菓子かな。メロン、メタモン書いて、メタモン、これ全部メタモン入ってますって。ひむこさん、ひむこさんのやつめっちゃ良かったですよね。メロンパン、メロンパン、メロンパン、雑ですね、ちょっと。本当だ、4位の人がパンダだった、そういえば。画伯、おにぎりじゃないですよ。メロンパンじゃないですか。ハマグリ。東京ドーム。待って、東京ドーム面白い。東京ドームに見えてきちゃった、東京ドーム。あ、1万2000円ありがとうございます。
ちょっとこんなゆるい配信で大丈夫かな。東京ドームは面白すぎだ。絵心あるね。本当ですか？ありがとうございます。泣いてる、大丈夫。いや、ちょっと面白くて今。もっとやるならよかったです。あと45、あと5分。本当だ、あと5分だ。意外と1時間ってすぐ経っちゃうんですよね。後ろのやつ見えない。ズームできますかね、こうチューチューってやると丸書いて。まあもう1時間明日多分長くできるんで、明日もっと長くやると思うので、うんうん、リコーダーちょっとちょっとやってみますね。何時から、何時がいいですかね。多分6時とか7時とかにしようと思ってるんですけど、明日は最後なので、から8時までとか。うん、じゃあズームするとぼやけてわからない。どうしようどうしよう。はい、見えます。こんな感じ。あんまりでもそんな詳しく書いてないかな。見える、よかったです。いや本当にサックス持って帰ってきたかったです。あと3分、名前読みますかね。もうちょっとで90分はやろうよ。どうしようかな。横顔めっちゃ、いやそんなブワブワさん、いや吹けます、多分吹けます、多分スタジオでもし出る場合はやりたいですね。無理しちゃダメだよ。うん、本日のエンディングは、どうしよう。本日のエンディングは何をしようか。でもリコーダーはリコーダーで、ね、ちょっとリコーダー、リコーダー、今日部活はないです。夜ご飯は何なんだろう、まだわかんない。お母さんによりますね。口笛して、ちょっとありがとうございます。今日も見に来てくださった方本当にありがとうございます。推薦コメント見ましたよ、ちゃんと見ました。じゃあ最初にも出したと思うんですけど、ちゃんと見てるんで、明日もなんかこんな感じで何人か書いてきますね。じゃあちょっと名前呼びますね。なんか名前書いてください、バーって。てちすけさん、あいりさん、こうたさん、りっかさん、はしもんさん、ポテトさん、ポテトさんも昨日覚えてる気がする。あいりさん、ヨネスケさんって今言ったっけ、あれ、ななちゃんずおしさんも昨日いた気がする。イエーイ。ニッシーさんも来た、いた。セラさん、ヒロキさん、ハヤティンさんもここに書きましたよね。ユウさん、サクさん、キノさん、ありがとうございます。ミッキーさん、ケントさん、ユウさん、ユウタさん、コマさん、メロンさん、ナナさん、ラメルさんも知ってますよ、ちゃんと。ショーマさん、りょうちんさん、リホシャンさんも知ってます、もちろん。リュウさん、フーミンさん、ヤスチンさん、ん?リンちゃん?
めっちゃ流れちゃって、しばさん、ふうみんさん、なおさん、はし、ん、今の人見えなかった、まーきさん、豆大福さん、このかさん、ありがとうございます。柿の種さん、まろうさん、こんくらいかな。テクテクさん、ツッキーさん、見てくださってる方ありがとうございます。いつもはしもんさんかな、ありがとう。もう5時本当だ。けんけんさん、けんけんさん、いつもなんか何万人突破とかありがとうございます。ちゃんと見てます。マグロさん、そうですね、5時ですね、そろそろですかね。ゆうきさん、黒熊さん、全員呼びたいけど、たつきさん、めいかさん、太郎さん、ありがとうございます。またじゃあ明日、明日は多分もうちょっと夕方にやると思います。そして浴衣着ると思ってます、今のところは。それではごめんなさい、読めなかった方も明日ぜひ来てください。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。